止まっちゃった。止まっちゃったのでやり直しました。どこまで行ったっけ。英単語のテストなんですけど、毎日50個あって覚えないといけないんですけど短期記憶がめっちゃ得意で、10分休憩の間だけで全部覚えれるけど全部忘れる。こんばんは。そう、得意だったんだけど全部忘れるんだよね。好きな英単語ありますか。ディスアピア。あとはデストロイ。あとはマッターとか、あとはな英単語は、なんだろう、難しいな。なんだろう、難しい。あとはなんだろう、ドミネイトわかんない。好きな漢字は隔たりっていう字好きな漢字は隔てっていうのが好き。なんか T が入ってるから好き。そうね、好きな漢字は好きな漢字は好きな漢字は、いや、もう漢字は難しいけど、好きな英単語はいっぱいある。好きな英単語はなんだろう、ヘブンこんばんは。めっちゃ中二病みたい、恥ずかしいめっちゃ中二病みたいじゃん。好きな数字は2。好きな英単語はデビルとか嘘。好きな英単語はだからヘブンって言ってるじゃん。だから好きな英単語はヘブンとデストロイって言ってるじゃん。わかんないの。だから好きな英単語はさっきから言ってるじゃん。デビルって言ってるじゃん。わかった、わかった。あとは好きな単語はエンバイロメントってやつが好き。あとはガバメントも好きかも。他にはね、何が好きかな。他にはサージェリーも好きかも。他はね、いやいや全然。
中二ではないですよ、全然。他は、ストール。他は、難しい。パンケーキズってさ、めっちゃさ言われるじゃん、ここのルームで。でさ、みんなに言ってみたんだよね。なんかあの4人のことをパンケーキズってサラのルームで言われてるんだよってみんなに言ってみたら、誰も笑ってなかった。誰も笑ってなかった。何それみたいな、どういうことみたいな、あーみたいな、誰も笑ってなかった。だからもう使用禁止です。ハロー、わかりました。みんな笑ってなくて真顔だった。あ、そういうことみたいな、あーみたいな、確かにね、パンケーキ食べに行ったね感じだったんだよね。怒ってたりしたわけじゃないんだけど、そう、レイジー好きだよ、うん、レイジーが好き、レイジーだからさ、レイジーが好き、ボーンも好き、ガバメントが一番好き。ガバメントとデストロイの優勝です。ホームステイ先の料理コレクション神って、本当ありがとう。いいでしょ。いや、好きな英単語思い出した。オークワードが好き。オークワードが好きです。アークワードが一番好き。あとはあと好きなのはが誰にも伝わってない。前髪くるんも変わって、ありがとう。違う、伝わってない。アークワード、こんばんは。でも一番好きな英単語はあー、でも発音的にはオーなのかな。それです、それです。こんばんは。今日のサラちゃん幼い感じで思います。本当ですか、なんでだろう。オークワード、うん、マネーやろ。マネーじゃない。一番好きな英単語はベンディングマシーンってやつ。これは自動販売機。そうそう、オークワード。あとはマーマーズみたいなやつも好き。ぎこちないって意味、え、気まずいみたいな、マーマーズみたいなやつも好き。あとなんかあのストーリーっていうのも好き。
話の方じゃなくて、何階建てみたいな、トゥーストーリーとか言うじゃん、ステオリーみたいな書くやつ、あれが好き。リフレジュレーターが好き。サラも好き。サラはウィールチェアも好き。車椅子。あとは何が好きだろう。あとはウェルシュとかも好き。下宿人なんかウェルシュが一番好き。ウェルシュ？あれ？何かと間違えてるかも。ウェルシュ。あとは、何が好きだろう。スターチオブリバティが好き。こんばんは。ジョージランド、何それ、プロデューサー X 誰。そうそうそう、スタッチオブリバティ、こんばんは。そう、今は好きな単語ゲームをしてる。好きな単語は難しい。何が好きかな。ディープインパクト。ディープインパクト、そんなに好きですか。好きになる基準とかあるの。五感かな。五感が好き。でもやっぱ何がいいだろう、アルマゲドンあー競馬ね。ミッドナイト、でもね、何がいいだろう、難しい。何が好きだろう。それディープインパクトは競馬です。競馬の馬。こんばんは。好きな単語ゲームってどんなゲーム。好きな単語を言っていくだけ。ルールは至って簡単。好きな単語を言っていくということです。サラは何が好きだろう。トラフィックとかもちょっと好きかも。
なんか偶然とかはちょっとなんかいい感じだから嫌いなの。なんか変なやつが好き変なやつが好き。何が好きだろう。アバンドンみたいなやつが好き。こんばんは。アバンドンとデストロイとヘブンが好きそういうやつが好き。そういうガバメントは特選。総選挙の1位は1位は何だろう、ガバメントです。あ、ガバメントはベストオーディエンス賞です。1位は何かアバンドンです。やっぱり1位はアバンドン。2位はなんかクリクムスタンスみたいな状況ってやつが好き。あー、レコグナイズはちょっと嫌いかもあの僅差で好きになったり嫌いになったりするから、僅差でね、あのあれだからね、難しいんだよ。難しい、そこはね、難しいんだよ。そこがめっちゃ難しい。レジスタンスはまあ好きかな。オーサムはちょっとなんかような感じがするから、インな感じのやつが好き。あの目立ってないやつが好き。パンの中で好きなのはクロワッサン、マジョリティ、いやマジョリティよりはマイノリティの方が好き。やっぱちょっとひねくれてるからさ、やっぱあとはアポロジャイズが一番好き。あ、そうそう、クリクムスタンスってあの状況っていうやつが好き。とね、まあいろいろ好きですよ。難しい難しい。ハロー、難しいんだよここのところはね、実を言うと。トラジェディー好きだよ。ソロウみたいな悲しいってやつも好き。でもハッピーは嫌い嘘、嫌いじゃない。まあね、好き嫌いあります。でも好きな感じは隔てりという感じなので、そこだけは覚えておいてください。オッケーですか。こんばんはです。そうそう、乙女心は難しい。
好きな漢字は女です。どういうこと？好きな漢字はサラは好きな漢字はなんだろう、何でもいいんですけど新尿が好き。新尿ってついてたら何でも好きです。新尿がついてたら好きです。国構えがちょっと苦手ですね。国構えはアンチです。綺麗に書けないのでね。劣化が好きさら4つシュッ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 ってやる。好きなアルファベットは好きなアルファベットは O です。 O が好き。 O 丸いからです。エマイダルはマダレの方が好きです。ちょっとねこだわりがある。三水より二水の方が好き。あと笑っちゃう。あとは何が好きだろう。国構えはちょっと苦手なんですよ実を言うと。大里よりも小里編の方が好きで、そういうタイプですね。好きなタイプは小里編です。うかんむりと草かんむりが草かんむり。あ、黒沢かおさん最強。最強。それは私は最強。あとね漢字は最近さ麻雀のさ友達がさ麻雀しててさ、それでさちょっとさ理解しようと思って覚えてるんだけど、そもそも1から10までさ麻雀のやつで言えないんだよね。ER 算数ウリウチーパーってさってやつと違うの。麻雀の9は9だし麻雀は一緒なんですよ。高校の友達ですよ。それで全然ね覚えてないんですよ。なんかね分かんないの。あ、そうそうそう、リャンだよね、に。そう、なんかさ、マージャンアプリある？やってみようかな。 NMB さんの女子ってマージャンしないでしょ。いやだからマージャン最近始めたの。それで、あ、でもアプリだけどね、アプリで暇な時にやってるのそうそう、友達はめっちゃ渋いよ。友達はね、なんかどっか行ってやってるよ。あ、友達は行ってないんだけど、友達の友達はなんかどっか行ってやなんかうちってるよ。そう、イーリアン算数ウーローチーパー9
中。いや行ってないよ、サラは行ってないよ。 NMB のメンバーさんなら分かりますか。いやちょっとやってみようかな、 NMB さんのアプリさ入れてなくてさ、入れてないんだよ。そういうね、なんかネットの学びサイトがあるの、それで見てて、展望とかもさ分かんなくてさ、長年麻雀やってるけどパイの呼び方は分からない。ツーテイトグループは麻雀好き意外と多いんだよねって。そうなの？ ST では聞いたことないかも。さやちゃんと趣味よねって。いやでもなんかそんなね分かってないんだよ、最近始めたばかり。なんか留学の頃にルール見て分からなくて、でも友達が始めたって言ってて、それで見てみる。そうそう、点数計算とかも分かんなくて、地並べもします。イーリャン算数ウーローチーパーキュー。パンケーキズ4人は絶対分からない、絶対興味ない。そうそう、展望計算とかでもそういうのってお店の人がやってくれるでしょ。難しいよね。来月からそれちゃんで七並べする準備できてる。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。サラの妹とかやってますよ。麻雀は奥深くて面白いよって、サラちゃん賢いからハマるかもって。本当？ちょっと最近始めたからさ分かんないんだけど、妹の名前分かんないの、知らないんですよ妹の名前、本当に知らなくて分かんないんですよ。ゆきりかやってくれそう、確かに。ゆきりかに誘う、ゆきりかを誘う、麻雀しようって。将棋とか興味ありますか。将棋分かんない、麻雀より将棋の方が分かんない。なんか将棋は将棋を箱の中に入れてこうやってガチャ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 ってやって落として倒さないように枠の外まで指で引っ張っていくっていうゲームをしてました、昔。わかりますか？これをやるのはサラだけ？家で音が鳴らないように持っていくんだよ将棋を。ビー、麻雀覚えたら仕事の幅広がる。なんか中田香菜さんが番組やってますよね、トップ名取れるかなみたいな。そう、わかんないんです。囲碁将棋はわかんなくて、将棋崩し、それかな、それなのかな。やってたんだよね、楽しかった。わしラフね、
あ、そうなんだ。3代目とか中田花奈さんの冠番組とかじゃなくて、あ、変わっていく感じなんだ。チェスとかしてみたい。チェスね、なんかちっちゃい頃やってたんだけどね、ルールが分かんなくなっちゃった。麻雀かゴルフどっちかできる。ゴルフやったことないんだ。この前中田花奈さんがやってるチュンっていう麻雀、あ、そうなんだ。え、会えるんですか、チュンに行ったら。好きなボードゲームは、なんかそういうのやってこなくてあんまりないかも。あんまりやってこなくて、わかんないんですよ。特別できることがあんまりないんだよね。藤井聡太さん、もちろん知ってるよ。危機一髪？それもあれなんですか？危機一髪もボードゲームに入りますか？サラが好きなのは何だろう。な、トランプとかもやらないし、何だろうね、難しい。難しいな。こんばんは。留学先はね、ボードゲームしたんだけど、なんか UNO を留学先の男の子としたんですよ。なんかその時にサラがなんかテンションが低くて、そしたらなんか、やるよみたいな感じで言ってくれて、なんか二人でやったんですけど、なんかその留学先の男の子がめっちゃなんか IT 系で有名な子で、めっちゃ賢くて、なんか事業をやってる子だったんですよ。事業をやってて、でなんか IT 系も得意でみたいな、もう働いててみたいな。でなんかパソコンを片手にこうやってサラと麻雀してくれるんですけど、めっちゃなんか申し訳ないんですよ。なんか絶対さ、早く終わりたいって思ってるんですよ、向こうは。でもこっちも、でもその優しさに向こうはやってくれてるから、お、終わりましょうとか言えないし、それでめっちゃなんかどうしようと思いながら、絶対終わりたそうなのになって思いながら、めっちゃうのしました。でもなんかサラもスマホを片手でやったらなんか感じ悪いかなとか思って、スマホとかもできないし、でも UNO やるのも初めてだったから、めっちゃね、ルールもあやふやで、そう、なんかね、ちゃんと気まずかった。オークワード、インテリだ、めっちゃインテリだよ、めっちゃインテリだよ。そう、それでそう、面白いでしょ。でなんかおばあちゃんがいて、なんかおばあちゃんが、あ、家に卓球があったんですよね。それでおばあちゃんに、その男の子の名前がサムくんっていうんですけど、あなたサムとピンポンって言うんですよ、向こうの人は。堤防テニスとかじゃなくてピンポンって言うんですけど、あなたサムとピンポンをしなさいみたいな、めっちゃ言われてて、サラが。で、あなたサムとピンポンしたいでしょみたいな聞かれて、なんかイエスみたいなしか言えなくて、イエスって言って、車の中でその話をしたんですよ。で、そしたら帰ってきて早々、なんかおばあちゃんがそのサムくんに、
なんかサラがサムとピンポンしたいって言ってるよみたいな感じで言われたんですよ。でそれでサムくんは仕方ないなみたいな感じでめっちゃ嫌そうで、なんか嫌そう、めっちゃ嫌そうで仕方ないなみたいな感じになって、なんかめっちゃ気まずい卓球が始まって、なんかサムはめっちゃ超うまいんですよ。もうパン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 って感じで、でもサラはめっちゃ卓球が下手でびっくりするほどね。なんかもう拾いに行くのとかももう本当になんか庭にあるんですよ、お庭に卓球があったので、なんか遠くまで飛ばしちゃったらなんか拾いに行かないといけない距離がめっちゃ遠くて、もうめっちゃその時はなんか本当におおって思ったけど、でもなんか向こうも全然楽しそうじゃないけどやめたいって言えなさそうだったんですよ。でサラもやめたいって言えなくて、結局なんか私お風呂入るから次が最後のゲームねみたいな感じで、なんかめっちゃ上から目線の人みたいになってたら嫌なんですけど、そうやって終わりました。30分ぐらいはやりました。そうなんかサム君はもう本当にうまいから申し訳なかった。そうストだと風の影響、風はあんまり吹いてなかったのだよね。こんばんは。でもいい思い出ですね。でもなんかサム君ももう本当に顔が死んでて、もうめっちゃやめたそうで、ね、でももうやめたいでしょとか言えないし、どうしたらいいか分からなかった。そうでもおばあちゃんにはそれからもなんかサムとピンポン、昨日はサムとピンポンしたみたいな言われて、してないみたいな言ったら、サムとまずはピンポンしなさいみたいな言われて、それからもうなんかサムみたいな、サラとピンポンしなさいみたいな言われてて、そしたらなんかサムがなんか本当はやりたくないと思うよみたいな言ってて、なんか申し訳なかった。もう全部申し訳なかった。もう全部申し訳なんか申し訳なかった。どこからピンポン好きだって思われたの、きっかけはあるの？きっかけはないですね。きっかけはないよ。そう、それでなんかめっちゃサムはめっちゃなんかクール系なんですけど、なんかその地域の子供が集まる施設みたいなのがあって、施設っていうか教会の会員の子供がその集まり場でに行くみたいな、その礼拝をしてる間に待っとくみたいな場所に行った時はもう見たことないような笑顔で、もうめっちゃ笑顔で、無垢純粋な笑顔でなんかドッジボールとかをしててめっちゃ可愛いなって思いました。なんか家ではめっちゃクールで、なんかお母さんとかお父さんとかにも結構反抗とかもするんですよ。なんかあーもういらないみたいなとか、なんかそういう感じなんですけど、その遊び場に行ったらもうこの上ない笑顔でめっちゃニコニコで可愛かった。そうサム君のギャップを見てしまいました。でもそんなに話すことなく卓球とうのをして終わりました。いやアジア少女は卓球上手いイメージあったかな。そうなのかな、ね、わかんない、なんでか。でもねめっちゃいろいろあって、
プリティキュートとか言われなかったの。あ、もう見向きもされない。絶対思ってないよ。絶対思ってない。サムくんね。でなんかあと何があったかな。なんか何の話がいいですか。留学中の話だったらなんかわかんない、全部さなんか日常だったからどれが珍しいって思わってみんなが喜んでくれる話かわかんない。何系の話がいいですか。どこどこに行ったとか。揉めたことはないです。ない。恋バナ、いや恋もうないです。生活習慣の違いは靴は脱ぐんですよ。でもなんかあんまり違いないよ。あんまりね違いなくて、コロナの感染はコロナになってる人は一人もいなかった。でも誰もマスクしてない。誰もマスクしてなくて、いい感じだった。ゆる散歩してて危険はなかった。なんかその地域はなんか治安悪かったらしい。でもなんか夜散歩してた。夜散歩して友達と散歩しててなんか世界仰天ニュースの再現動画みたいだった。世界仰天ニュースでさあるじゃん、よく2013年7月、ママ行ってくるねとか言って男の子が出てきて、なんかそういう海外の海外のなんか事件起きそうだった。カルチャーショック的なことある。めっちゃ面白いかもこれ。なんかサムくんが隣で、あ、全員ピザを食べてて、でピザを一人一枚っていうかこうホールの一枚食べてて、それでなんかサムくんの話なんですけど、それでなんかサムくんのピザをサラが見てたんですよ。見てたっていうかまあ普通にこう見てたら、あの欲しいなって思ってたんじゃなくてぼーっとしててそこに目があったみたいな感じだったんですけど、見てたらなんかサム君がなんか絶対欲しいって思ってたと思ってて、多分向こうはそれでなんかピザの全部に角を全部食べ出してなんか取られないようにされたの。なんか狙ってる人だと思われて、それでなんか多分もう物欲しそうな顔で私が見てて、それでなんか角を全部食べて、でも1センチぐらいしか食べないんですよ全部。でもうピザがその子結構小食で物を完食するっていうことがなかったんですよね。で、あ、今日もで残したら向こうの家は捨てるから今日も捨てるのかなとか考えながら見てたら、こうピザがあってもう一個真ん中に穴が開いてて、もう真ん中だけ全部ないんですよ、この角の部分だけ。それで真ん中だけ全部食べて手つけて捨てとた。なんか食べ方が独特。そう、真ん中だけなんか穴開いてたのピザに。いや、ザラが狙ってる人だと思われたなって思ってめっちゃ恥ずかしかった。サムくんは1個下。
そうそう、一個ずつさ全部食べて次行くとかじゃなくて、三角形に下だけ食べるの、こうやってで全部捨てるの。そう、まあね、いいですよね、そういう食べ方いいですね。そう、あとね、何があったかな端っていうか違うんだよ、真ん中1センチぐらいしか食べないんだよ、あの半径1センチぐらいしか食べない。サムは一人一個、サムはね一人一個だよ。こんばんは。サラちゃんの食べかけとかご褒美、いやサラは全部完食するから食べかけとかないよ。もったいないって言葉はねないと思う。なんかむしろ完食した方が失礼とかかも。あのお腹いっぱいってさ言ってるようなもんだ、お腹まだ空いてるって言ってるようなもんだからさ。そうそう、足りないって思われるもんらしいよ。サムショックやばい、サムショック。食べられないものはないんですね。日本の方が食べられないものがある。あとはね、何があったかな。でも面白いこといっぱいあるけど、なんだろう、なんだろう。寒くエピソード掘ったら思ったりさ、あるかもだけど思い出せない。なんか日記に書いてるかもしれない。なんか日記みたいな。でもね、こっちの携帯に入ってるから日記が見れないんですよ。日記が見たい。日記ね、日記にね、毎日ね、2年ぐらいね毎日に記書いてるんですよ。最近はなんかブログみたいに写真とかも付け出して、めっちゃブログみたいなんですよ。サムくん日記サムくん日記じゃないよ。 WBC は盛り上がってましたか。もうわかんない、テレビ見てないからわかんない。なんか留学してる時になんかずっとテレビとか見ずに瞑想してたの。なんか部屋のベッドでも瞑想してたの、ずっと。なんか部屋は椅子とか机とかなくて、ベッドとクローゼットしかないから、なんかずっとベッドで、なんかずっとベッドで、なんか何してた、ずっとベッドで森かすみさん見てたら、見てたずっとベッドでなんか森かすみさんのウィニング競馬っていう番組を見てて、競馬の番組を見てたら思いましたあのね、あのオーストラリアの番組、あ留学してる時の番組はあんまり見てないけど、ずっとウィニング競馬っていう競馬の番組をずっと見てました競馬興味あるのって、競馬とウィニング競馬っていうやつと、あと何見てたかな、ウィニング競馬っていうやつと、そうね、もう一個ハマってたのがあったんだけど忘れちゃった、なんだっけな大阪にでウィニング競馬放送してるのしてないしてないよ大阪にでウィニング競馬は
放送してない、なかったんですけど、自分が自分のスマホで、なんか名前が思い出せない、多分みんなマイナーのやつ、マイナーとか言ったら申し訳ないけど、なんか街を歩いてなんか変な人を探す番組でも、あれじゃないんだよ、夜更かしとかじゃなくて、出てる人はあのちゃんが出てた、わかんない、でもわかんないの、なんだ、なんて番組かわかんないけど、それを見てた。あとはなんか有吉ゼミとか見てた有吉ゼミ見てたよ、そら。あ、家ついてっていいですか、もう見てた。まあいろいろ見てたよ。まあウイニング競馬が好きだけどね、ウイニング競馬が好きなんだよ私は。なんかね、テレビではなんか毎週デートショーをやっていて、オーストラリアでは毎週デートショーをやっていて、うん、別にもう言ってはいいんですよ、何もいけないことないんですよ。オーストラリアでは毎週デートショーをやってて、なんか恋愛リアリティ番組で、恋愛リアリティ、なんかね、本当にめっちゃ大喧嘩が始まるの、めっちゃWhat not done? What happened? わーってなって、なめっちゃあの大喧嘩が始まって、それが面白くて、なんかしかもピーって入るんですよ、なんか喧嘩し始めたらいけない言葉とか言い出してピーとか音が鳴るぐらい喧嘩が始まって、そう、台本かもわかんないけど、それが聞こえたら見に行ってた喧嘩だけ見てたそう、面白かった。そう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 、そういうもんだって。まあめっちゃ、まあガチなところ言うと、ゴールドコーストに行ってたんですけど、そのゴールドコーストで、ゴールドコーストで、あのバンジーみたいなやつがあって、なんか逆バンジー、ボーンって上に上がるバンジーがあって、それをやろうかと思って並んだけど、直前で嫌になってやめちゃった。グレートバリアリーフは見てない見てない。でも海は綺麗だった。でもね、なんかねあのね、ゴールドコーストは、ゴールドコーストはね、なんか平和大通りみたいだったゴールドコーストはなんか、まあ本通りみたいだったよ、本通りに似てた。ゴールドコーストはね、八丁堀だった。うん、サラはあのビルや海や空は見ずにウイニング競馬を見てたのでわからないですや空や大きなビルや建物は見ずにウイニング競馬を見てましたカンガルーは見てない、
見てないの。カンガルー見たって言われるけど見てないの。見てないんです、そういうの見てないんですよ。番組ウィニング競馬が生きがいだったんですよ。予想したりするけど、なんかみんなみたいにめっちゃガチとかじゃなくて、あのめっちゃ断片情報から。え、番組の見どころは森かすみさんなんですけどね、そうそう、あのまあゴールドコーストは本通りに似ていて、ウィニングを競馬を見てたら終わった留学でした。ねえ最悪すぎる。嘘。まあ、あの学校は広大でした。なんか学校はね、なんか幼稚園みたいだった。でも結構勉強だった、幼稚園みたいだったけど勉強もあったよ。それでなんか馬好きだったから、あのちっちゃい頃から馬好きだったから、なんか馬とかいっぱいいて自然に嬉しかった、見れて。馬がね、あの競馬とかとは全く関係なく馬が好きだったから嬉しい。学校に観覧車はないよ。学校はね、なんか普通に留学生が他にもいて、でももうほとんどがそのゴールドコーストの人たちなんですけど、留学生の受け入れをやってて、それでなんかね、なんか韓国のめっちゃ可愛い子がさらに話しかけてくれた、一人でいる時に。めっちゃ可愛くて LINE 交換したかったけど聞き出せなかった。うん、盛んなのかな、それは分かんないけど、留学生はね、日本人いたんだけど、日本人と話したいって思って話しかけに行ったんだけど、渋谷のお嬢様と六六層のお嬢様だったから気が引けた。芦屋と渋谷のお嬢様だった。そうそう、多国籍のね、ここがね、あのガバメントの娘と仲良くなったんですよ。ガバメントの娘とね、なんかね、ガバメントの娘はねめっちゃ生き生きしてたよ。お嬢様ってやっぱ雰囲気あるじゃん。でもなんかもう持ち物とか、なんかもうお財布とかも黒絵で、ワーオーって感じ。ワーオーって感じ。でもその子たちとは話したよ。そうそう、芦屋の女の子ね。まあその子はあんまり話してないけど、渋谷の女の子は仲良くなったよ。渋谷の女の子はめっちゃなんか優しかった。ガバメントの娘、ガバメントの娘ね。あと何があったかな、なんかね、なんか
んかね、ゴールドコーストは物が全部高かった。ゴールドコーストはっていうか、オーストラリアは物が全部高い、全部すごい高いの。アイスが1個9ドルぐらいして、ちょっと高かったです。あのパルムみたいな普通の市販の袋に売ってるアイスが9ドルぐらいした。めっちゃ高い。留学は何日間だと分かんない、2ヶ月ちょっとくらいで、すぐお金なくなっちゃいそう。お金は8万円ぐらいなくなった、自分の遊んだお金で。でも全部お菓子に使っちゃった。何も物買ってない。8万円お菓子食べてた。8万円分のお菓子ってやばくない？8万円分だよ。そうだし、あの朝昼晩はそのホストファミリーがくれるから、完全に間食だけで8万円使っちゃった。お土産は買ってきた。お土産はね買ってきたんだけど、ちょっと自分で食べちゃったのもある。そう、自分で食べちゃった。オーストラリア広いし人口密度低かった。人口密度はもうめっちゃ低くて、なんかもうそもそも一戸建てなんですよ。全部一戸建てだから、家とかも平屋で広いし、でもなんかコンビニとかがあんまりなくて、車で行かないと。でもセブンとかも車で行かないとなくて、コンビニでは何も一回も行ってない。サーフィンとかしてる人たくさんいましたか？いたかも。でもなんかそれ泳ぐのがめっちゃ泳ぎたくなくて、泳いでないんだよね一回も。ハエはめっちゃ多かった。もう毎日ブーンっていう音で朝起きる。芝生とかすごそう。芝生はもう学校中が芝生だった。それでお昼ご飯どこで食べてもいいみたいなやつだったけど、めっちゃ怠惰だからずっと室内で食べてた。毎日芝生で食べてる猫、ね、とかもいたんだろうけど。サラちゃんの水着見たかったって。なんかね水着ね、そもそも一回も使ってない。持ってってすらない。サメはね合わなかったかな。ワニの肉は食べてない。でも一番もう一番マジで楽しかったのは、あの帰ってきて、あの夜の便で帰ってきたので泊まれたんですよ。あ、間違えた。夜の便で関西空港に帰ってきたので、泊まれたんですよね大阪に。それがめっちゃ楽しかった。めっめっちゃ楽しくて、もう人生であんまりない思い出なぐらいめっちゃ楽しくて、めっちゃ楽しくてやばかったです。
そう、なんかローソン、ファミマ、セブンみたいな感じでいろいろ行って、それでね、まあ、楽しかったよ。もうめっちゃ楽しかった。それも日本じゃん。確かに家じゃないだけで日本じゃね。それはもうめっちゃ楽しくて、その日は一緒に行った友達は先に寝たので、なんか楽しかったことは、なんか友達と一緒に話しながら食べベッドでちょっとお菓子を食べた後に友達がすぐ寝たんですよ。だからね、ホテルの1階にコンビニがあったんで、もう1回夜にコンビニに行って一人でモンスターとか買って、もうバッキバキで、本当にもうバッキバキになって一人で深夜に。でその後なんか出川哲朗の充電していいですかみたいな、あるじゃん、バイクでやるやつ、あれを一人で見てた。知ってますか、出川さんの。なんかめっちゃもう目がバッキバキになってなんかそれでだから一人でコンビニに行って、あのモンスター飲んで目をバキらせて、お風呂の中であの出川さんの充電旅見た後に、その後なんか陣取り旅みたいなやつもあるんですよ。また別の番組でなんかバス乗り継ぎ旅っていうのがあって、陣を取っていって、なんか先に、いや多く取った方が勝ちっていう、なんか陣取りゲームみたいな、バスを乗り継いでいくっていう番組あって、それを見て、なんかそういうの好きなんですよね。それテレ東なんですか、いやそれ分かんないんですけど、それ何の名前も忘れたけど、テレ東、え、なんていう番組なんですか、どっちも名前が分かんない。出川さんの充電旅と、それをで、めっちゃ長くて2時間と1時間半とかで、あ、そうそう、田川さんが出てくる、それを見て一人で4時半ぐらいまでバッキバキで、それを見た後に寝たんですよ。で朝はバイキングで、でなんかめっちゃいい朝食バイキングで、高いやつだったんですよね。だから嬉しかった。行かないから、そんな、あれなんて番組なんだろう、わかんないけど、留学の思い出は田川さんのバス乗り継ぎの陣取りゲームを見たことと、出川哲朗さんの充電旅を見たこととウイニング競馬です。ウェディング競馬ですよ。48グループのメンバーさん、え、ジュリナさんとか、そう、それでもうバッキバキだったで、朝4時にで、本当に一人でモンスター飲みながら、なんかもう意味わかんないけど、なんかミミガーとか食べてなんかミミガーと、なんかなさいんですよ、買うものが。ミミガーと何買ったかな、ミミガーと白束とモンスターとロールケーキを買って、なんか一人でなんか友達が寝てたからその時イヤホン持ってなくて、それでなんかお風呂のところでの台で食べた、お風呂の背が洗面台で食べた。ミミガーはコンビニに行ってるの。え、友達めっちゃお菓子食べてたよ、めっちゃ食べてたけど、でもミミガーが食べたくて、その時楽しかった。たこ焼きの写真、たこ焼きも食べたかも。ミミガーが、でもミミガーを食べながらの充電旅が好き。ミミガーかな、わかんない。そうそう、いい思い出ですね。食べてで、なんか広島に帰ってからは
なんか何したっけな。でもなんか楽しかった。あのもうその時に戻りたい。楽しかった。めっちゃ楽しかったんだよね。もう本当に楽しくて、本当に楽しかった。なんかもうね、それだけでね、行ってよかったよ。別れの時サムは泣いていましたか？泣いてませんでした。笑ってました。サム、別れの時サムは笑ってました。泣いてませんでした。フスターさん、花束ありがとう。テレ東よく学びましたね。なんかね、あとはわらさん何が言いたか、なんかもうさらさ、テレビっ子だった、その時。サミュエルくん、うん、サムなの。サムか。日本留学で一番の方、日本、あのだよ、 STU の素晴らしさだよ。あの行きここさ、行きここ1日に1回聞いたよ、MV だから多分あの65回ぐらいはさやなんじゃない？行きここ。行きここ、そうでさ、なんかいっぱい見ててさ、振り覚えしてなかったけど、チャン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 って千穂さんがやってたから覚えたのね。でみんなにさ、あさら息をする心ちょっとだけ踊れるよ、ここだけ踊れるって言ったら、それセンターだからって言われた。それはセンターしかしないことだからって言われて、はぁってなった。だってセンターしかしないことさらがしてたらはずいじゃん。ここだけさ、あ覚えた、息ここ覚えたって思ったけど、これセンターだけだった、センターだけだった。サングラスデイズを英語の歌詞にして歌ってほしいです難しい。なんだっけサングラスデイズ。砂浜に寝そべるクラスメイト、クラスメイト lay down onビーチ。かなり攻めてる、すみません難しくね。難しくね。いやまあさらば孤島で独自の進化を遂げたんで、留学でね、ガラパゴスだった。だから留学で痩せてガラパゴスか。ホングモングさん、タコありがとう。そう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 、独自の進化をしてるからさ。フスターさん、花束ありがとう。君と巡り合って。タスマニアって何ですか？タスマニアって何ですか？地名ですか？トリッキースイムスウォーズホスターさん、かわいい、ありがとう。あ、スイムスーツなの？スリムスーツかと思ってた。あ、スイムスーツね、水着のこと。タスマニアって何ですか？タスマニア州とかいうこと？そりゃそこじゃないよ。タスマニア島？
何それ、タスマニア島、そろそこ行ってないよ、そろそこ行ってないんだよね、なんか島とかね行ってない、なんかサラが行ったところ何州とかわかんない、ゴールドコーストって何州なんですか、ゴールドコーストは何州ですか、なんかわかんない、わかんないんだよね、タスマニアンデビルがいる、いや、サラが好きなのはウォンバットだからやめて、オーストラリアの首都はニューヨーク、クイーンズランド州、あそこですね、じゃあオーストラリアの首都はニューヨーク、キャンベラって何ですか、どこですかそれは花は誰のもの、毎日聴いてるよ、好きな曲って、ありがとう、ありがとうございます、メルボルン、メルボルンは行ったことない、キャンベラ、キャンベラってどこどこそれ、行ったことないよ、聞いたこともない、メルボルン、キャンベラってどこ、ゴールドコーストって海岸だけで57キロある、そうなの、2キロぐらいにしか見えなかったよ、もう私が見てきたものは何なんでしょうか、もしかして行ってない、なんかちょっとみんなと話が合わないかも、もしかして行ってないかもちょっとよくわからないもん、そらだからサラが見てたのは広大な緑じゃなくてウィニング競馬と出川哲朗の充電旅って言ってるじゃん、わかんないの、そういうキャンドルみたいな、キャンドルとかなんかなんちゃらデビルとか言われてもわかんないんです、私が行ったの見てきたのはキャンドルじゃなくて駅前留学なの見たのは卓球をしているサムとウィニング競馬だけです、あとはよくわからないデートショーの喧嘩です、よくわからないデートショーの喧嘩を見ました、ピザの端を食べる少年サムだけです、見たものは目で見たものしか信じない派なんで、目で見たものしか信じない派なんでね、黒いワンコって何、黒いワンコは、黒いワンコは ルビーだよ、ルビーは可愛い、でもルビーちゃんはめっちゃおとなしい、8万円分のお菓子はちょっと8万円分もお菓子食べたと思ったら後悔するからちょっと隠蔽しました、袋も全部もう捨てました、だから見てないかもしれない、妄想かもしれない、やっぱ目で見たものしか信じないのでわかんない、
操作やばい記憶操作やばいね。ファンに何かお土産ありますか。ファンにお土産はサムのお話です。サムのお話です。ポピープレタイムの人形って何ですか。ちょっとランキング読もうかな。ちょっとランキング読んじゃおうかな。 OK 読むね。13位カルマンさん、ありがとうございます。12位フォスターさん、ありがとうございます。11位ホングモングさん、ありがとうございます。10位たかしさん、ありがとうございます。9位ズッカローニさん、ありがとうございます。8位ミキーゴさん、ありがとうございます。7位シンさん、ありがとうございます。6位湘南の空さん、ありがとうございます。5位ユーリさん、ありがとうございます。4位フリーダムさん、ありがとうございます。3位アキマンさん、ありがとうございます。2位マモルンさん、ありがとうございます。そして1位もいちごお兄さん、ありがとう。それではありがとうございました。バイ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 、ありがとうございました。